お疲れ様です。ラットです。今回はですね、情報修正が あったんで、そちらの、カードというか、新環境になったんで、新しいデッキをですね、紹介していこうかなと思います。で、今回は、こちらのゴレデッキなんですけど、情報修正された、ゴレじゃない、ムートと、ベビドラが入ってる、ゴレデッキですね。で、こちらのデッキが、このクラロワテレビの方の、この方なんですけど、今この試合は負けてるんですけど、この方が今世界一で、シーズン序盤なんですけど、こちらのデッキで世界一に行ってるんで、さては強いなということでですね、こちらでやっていこうかなと思います。やっと来た、できましたねということで、でまず初手にエリポンがあれば絶対っていうぐらい置いていいんですけど、ない場合はこういうの困りますね。マジで困る、これマジで困るやつ。ここは一回待ちますかね。でここで相手がゴレ出してきたら、こっちもゴレ出して、でこのゴレを自分はキングに吸って吸うだけで防衛したいですね。であとはユニットで相手の攻撃を処理したいところで、もしかしたらミラーみたいなこともありえますね。これよいしょ。でこのゴレは吸ってあげると、よいしょ、いい。うわー、なんか同じようなデッキやけど、ちょっとだけ違うやつや。同じようなデッキ。いや、ホバリングやだ。ザップ地帯。いやー、痛いですけど、ダメージは、そんな変わらないんですけど、問題が、エリクサーポンプ。いやー、これが、完全初手ゲーみたいなとこあるんですけど、いや、振動これ。で、これで、諦めるのはまだ早い。いやー、これでもな、これしたら勝てないよな、完全。でも、ゴレ出したいな。相手のムートでムート殺せる。これ、ゴレ出して、よし。で、このゴレは、惜しい。すぐ溶かせれる。相手このポイズンは、アホですね。メガゴに当てて、待って、ムート優秀。オッケー。これは一気にアドを取り返して、で、ここで一回エリポン。いや、置かなくてもよかったかな、さては。けど、こっからですね。こっから、このエリポンが吉と出るか、凶と出るかなんですけど、まあ。これ、ゴレ合わせて、で、こっちトルネードもあるんでね。で、気持ちベビドラも出して、で、これゴレはダメージ受けたくないんで、トルネード吸って、これザップ持ちたい。ごちゃごちゃしてる。あー、相手のゴレが来た。やべ、ゴレが来た。もう一回ゴレが来た。え？なんで俺のゴレ負けたん？え？さては？これが、いわゆる初手ゲーですよね。これありえねえわ。これマジで。これは、このデッキを使ってて、一番ありえる負けパターンでございますね。エリポン置かれて、こっちがエリポン置けなくて、で、アド取られて、で、頑張っても、どれだけ頑張っても、初手によって負ける。こういうこともあります。てか、こういうのが、カリカリしますね。よくない。けど で、これは、逆パターンですね。今度相手がもしゴレでリポンなかったら、もう僕の勝ちみたいなところがあるんで、結構、運要素がちょくちょく絡んでくるかもなんですけど、そこは。待って、これさてはやった。
あーよかったよかった。でまあ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 、相手がミニペファイスで6コスを5コスで処理で1アド、よいしょ、これはトルネでしちゃって、まあダメージ受けるんですけど、ちょっとぐらいは我慢ですね。やっぱエリポン守るのがすごい、エリポン守るのがすごいこのデッキの大事なところではありますね。はい、でここはゴロを出すんじゃなくて、あと1枚でエリポン回るのでカード回してもう1回エリポンですね。で、はいはいはい、これはもうベビドラが処理してくれて、でエリポンまた置きます。でもう1回ムートだったりランバーでユニット来たら守って、これザップいらない、ここはもうゴレですね。はい、ここで、あー相手の攻め方やばくね、これ。これトレネで、あーミニペッカー、やばい、ミニペッカー、多分今コメント欄であれラット下手くそやねみたいななってるんですけど、関係ない関係ない、勝てばいい勝てばいい。でこれもあれですね、ザップ、おいしょ、もうザップってあげて、このムートが強い。こうなったらこのムートが、はい、もう永遠に入って落ちましたね。はい、ということで、まあタワーは11でございます。でもうここはエリアドですね、エリアド、はいはいはい。でここのミニペッカは守らなくていいかな多分、うーん、どっちでもいい、ディガーキス、いや守ろうか、気持ち守ろう、いやーこれやだ、はいはいはい。これはもうちょっとトルネで戻してあげて、リガーをエリポンを守ります。エリポン守るのマジで大事なんで。でここはあと1枚回したらエリポンなんで、1回待って待って、おお、はいはい、おいしいおいしいおいしい。ムートちょっと前に出て、ムートムート、やばいけど、エリポン置いて、エリポン置いて、相手多分スペルが、あんちゃんロケットがフリーズみたいな感じかな、ぽい、ロケットがフリーズっぽい。まあ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 、トルネードもあるんで、ここしっかり守っていきたいですね。やば、相手めっちゃ攻めてくる。いや、ないか、ディガー削り的な。でももうこれはアドゲーミングですね。はい、もうこれはムード出して、あとはもうこうなってしまえば添えるだけですね。ユニットを添えるだけで勝てます。はい、なんでまあエリポンを頑張って貯める、エリポンをもう頑張って貯める、タワー1個取られてもいいんで、その分エリポンを1つか2つ置けれれば、まあまあまあ最後は出すだけみたいな感じでいけるかなと思います。なんで初めからまあ出すだけ出すだけでいこうとすると、意外と止められたりするかもしれません。はい、って感じでラストもう一戦いきたいなと思います。はい、ということでよいしょ。でここですね、またエリクサポンプないんで、てかゴレの使用率が高いかな、最初にも当たったし、クラロワ TV テレビまあ見ててもゴレがちょっと増えたかなとは思いますね。はい、やっぱムートとベビドラが強化されてっていうので、どっちもゴレの攻撃につけたいカードなんで、よいしょ、ここはメガゴにメガゴ当てて、よいしょ、アイスイズメガゴの墓石だとスケラだったりホグだったりっていうのが可能性がありますね。うわー、いやしんどこれ、これムート下げて痛い。そうムートスケラも全然ありますね。いやーやば、もう一個落とされましたね。なるほどね、なるほど、まあ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 、ここでまだ負けたわけじゃないんで、一回後ろからまあカード流して、でここでもう一回リポンっすね。でこれをどっちに置くかなんですよね。こっちでいいや、まあ置きます置きます、はいはいはい。でここ一回守ってゴレ展開行きたいっすね。いやもうここでいい、さてはゴレでいい、
はいはいはい。で添えすぎるとそのポイズンで一気に防衛されがちなんで、結構時間を置いて添えるのも大事かなと思いますね。よいしょ、ここは置いて、あとはメガゴとかを今出さない方がいいかな。はいはいはい、ポイズンまきて、このちょっと遠めのムート、このムート優秀さては、はいはい。でこっからもう添えるだけ、時間が経ってから添えるだけ。そしたらこのムートが超強い。あれ、墓石がベビドラで溶けた。あ、でもう一回ゴレ出して、これムート今ずっと殴ってるんですよ。でウッドでももう下がらなくて、はい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 。でまた添えます、よいしょ。でムート出して、でここでメガゴとかは出さない方がいいですね。多分これだけで落とせる可能性もあるし、こう防衛ですね。よしよしよし、さっき後ろに防衛し、攻めすぎなかったんで、この防衛がしやすいですね。でもこうなったらゴレも添えて、よいしょ。であとは後ろからそれだけゲーミング、はい、まあ、添えて添えて添えて、でこのアイスイーズが厄介っていう時はこう攻め取るねでぶっ潰してあげると、ぶっ潰すって言い方よくないな、はい、けどもうこんな感じで、いやー楽ですね、はい。まあ、エリポンゴレは結構運要素が絡んでくるんで、まあ、こんな感じではございますね。はい、というわけで今回は、まあ、こちらのゴールデッキの紹介になりました。ということで終わります。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイバイ。